大池町議員の馬場隆です、えー、今日は12月の議会ダイジェストをやってみたいと思います。 議会の中で、ですね主な目立ったトピックを3つほど挙げて、ですねそれをご紹介していきたいと思います。本当は YouTube でですね議会を直接放送したいということをです、ね、議員になって6月からずっと議員,議会の,議議員のですね協議会の中で言ってるんですけども、一応10月にですね、 えー、議員の皆さんの同意は得たもののですねその後の細かいどういったとこまでですねどういったところどういった削除するところとかですね <coughs>、まあ、規則を 今、話し合おうとしてるんですけど、その詳細がなかなか決まらなくてですね、まだ、あの、届け出れない状態、状態です。で、まあ、あの、私の個人的なアカウントでですね、できる限り伝えて、今後も行きたいと思っています。一つ目ですね、一番大きな、あ、まあ、予算、1億8381万円の予算ですね、これを木崎小学校の増改築に、 え、使いきたいということでですね、提案があり、あの、全員、議員、全員一致でですね、可決されました。これは、あの、木崎小学校の裏のところにですね、もともとの建物の、ここに、ね、渡り廊下を作ってですね、その後、その後,その後ろにですね、えー、2階建ての、まあ、増築ですね、になります。 えー、実際のこう図面見るとです、ね、中には多目的室、生徒さんみんなで集まる場所であったりとかです、ね、特別支援教室がです、ねえー、そのその増築の中に含まれております。 まあこの件に関しては全然問題ない、えー、まあみんな全員一致でえ可決したんですが、まあ、そのおお中で、ですね議会の中でですねいろいろこうまああの質問とあったことをご紹介しますと、ですね、えー、まあ二酸化炭素排出抑制に対応する建物を ではなさそうですが、という,う質問に対してはですね、環境に応じた連絡、建物にする予算はないということです。まあ、一年ぐらい前から準備してたので、ちょっと今更変えれないとかですね、えー、あの、まあ、全体の予算の兼ね合いの中で、まあ、たくさんある学校からの要望のうちからですね、えー、かなり絞って、えー、可能な予算の中だけで、えー、今回、建物を増築することになりましたので、 あ,のまあ、あと、外交、ですね地面の,あの装飾みたいなものはですね今回、含んでないのでああ別,別の機会で予算で上げていくということでした。 まあ全体に感じて思ったのは、ですね、まあ、このこと自体は大変いいこと、まあ、町の要望を組んでいる建物ということでいいんですけども、まあ、あの12同じ議会の中で12月12日に、ですね初日にです、ね、機械気候非常事態宣言というのがあの、まあ、多数で可決されます。私はまあ反対したんですけども、えー、この中でですね、 今後、まああのまあ、実際何をやっていくかということの中で,です、ねまあ、太陽光を増やしていったりとかです、ね、あの二酸化炭素、まあ、環境、なかなか削減になるような、まあ、今後、あの増改築に関してはです、ね、そういったもの環境に優しい建物にしていくというような発言があった中で,です、ねまあ、今回、ちょっとそういうその、まあ、確かにです、ねまあ、宣言が同じ宣言とこの予算増築に対する予算がまあ同じタイミングで出てきたので まあ実際まああのまあ、急にですね変えることはできなかったんで、まあ、しょうがないのかなと思うんですけども、まあ、今後はですねこういったそのままああのーまあ、老朽化してきてる、まあ、建物とかがですね、えー、増器買いする時にまあ,こあのきちんとその環境に優しいような建物じゃないんであればですねまあ、あのー あの宣言は一体何なのかっていうことになりかえないので、まあ、そう、そうならないように今、今後ですね、なってくれればいいかなというふうには思っております。で、次ですね、え二、ー、つ目、えー、補正予算の中で、えー、まあ、ちっちゃい金額ですけども、地球温暖化対策事業という中でですね、え講、ー、師5万、旅費9万8千円、懸垂幕13万、全部で、 27万円という予算が追加で、えー、入ってましたこれはですね、えー、まあ,あの環境に対する、まあ、気候非常事態宣言に関わるもんだと思ってるんですけども、まあこ,のまあ、この講演っていうのはですね、まあ、まあいらないんじゃないかなと思うんですけど昨今そのまあ本当自治体というかですね、まあ、議,議員もそうなんですけど研修 研修へとかという名前でですね、講演会によく行きます。 これはあのまあ税金使って言ってるんですけど、正直、いい講演もあるなと思うんですけど、実際に行かせれないような研修もあったりとかですね、正直、YouTube とかにもそういう似たようなあの講演いっぱいありますので、それでもだいぶいいんじゃないかなと私は思うんですよね。逆に YouTube の方がいろんな意見の方の,あの講演、トークが聞けるので、偏らなくていいのではないかと私は個人的に思っております。 えー、3つ目、ですね部活動補助金助成金ということで、えー、11万6000円、これもちっちゃい金額ですがあ、まあ、あのどういった,どういったあのことに使われたんですかというふうに私、詳細をお伺いしたんですけど、まあどのその中で空手家と空手部とかですね、えー、陸上部とか卓球部。 などののまああのちょっと全国大会かあの県大会かわかりませんがそういったものに行くときの旅費ですね電車代だと思うんですけど電車とかバス代だと思うんですけどそういったのに出し,出したいということです。これはもうすごく大変嬉しかったです。あのというのもあの大木中学校の部活動に関してはですね、えー、私あの 議員になってからすぐ、ですね、町民の方にあの、まあ、要望として、です大、ね、沖中の陸上部をですね、部活として、部活動として、正規の部活として作ってほしいというですね、要望を受けてました。私もいろいろ調べたんですけど、結局、まあ、あの学校の方の先生で、ですね、顧問になれる方がいないということで、ですね、あのまあ、それ、 ことでまあ、あのちょっとこう他に何か方法ないかなとかって思ってたんですけどまあ実際今のところはあの。 保護者の方たちのです、ね、援助によってそういったのがまかまなわれているんですけどもやっぱりまあ、いくら自分のお子さんとはいえですね結構費用がかかるようなものでまあ、本当に部活があればですね多少それがあのカバーしてくれたということがあると思うのでまあ正規の部活ではなくてです,もんですねこういったものを出していただくというのはすごいいいかなと,もっと,ちょっと少なすぎるもうちょっと出していいんじゃないかなと思ってるぐらいです。 まあその後の,まああのいろんなあの情報交換の中で,で、学校の先生じゃなくても、部活動の顧問っていうのをしていいですよという学校の規則,が規則になれば、そういったことが可能になるということなどで,で、そういったその要請、規則の中にそう入れていただけないかということで,で、教育調査の方とかとかにはご要望を出している状況です。 まあ、12月の議会はざっとこんなものなんですが、えーまあ、ぜひ、えー あのコメント等ねいただければと思います。の YouTube の方には、ですねこの SNS で上げてないようなあトピック、まあ,あの映像等もあの上げてますので、そちらの方にでも、ですねまあ、こちら SNS でもいいです、どちらでもいいんですけど、ぜひコメントをいただいてです、ねえー、皆さんの町民、まあの人たちが実際、何か考えているか知りたいんで、ですね、えー、載せていただければと思います。 えー、それでは以上です。またですね、新しいトピックがあればですね、お伝えしていこうと思います。ちなみに YouTube のチャンネルの名前はですね、JABA2 です、えー。英語ですね。よろしくお願いします。それでは、えー、ご視聴ありがとうございました。